画像は西田敏行。12月6日公開の映画、劇場版ドクター x への出演が発表されている俳優、西田敏行さんが、満身創痍の状態で移動時には車椅子を使用していることなどを、ニュースサイト、ニュースポストセブンが伝えています。劇場版ドクター x の公開にあたり、主演の米倉良子さんがメインキャストは8月27。 28日に最初で最後とするファンミーティングを東京 EX シアター六本木で開催し映画館でライブビューイングも行われましたしかし西田敏行さんは会場には姿を現さずに VTR 出演となっていましたその理由は満身創痍ともいえる体調にあるとし2001年に頚椎成症性脊随症2003年に心筋梗塞 2016年に頸椎亜脱球と胆脳炎で入院をしており、現在、移動時には杖が欠かせず、時には車椅子も使っています。ファンミーティングを欠席したのは、本人からの申し出だったそうです。画像は車椅子姿の西田敏行。昨年に行われた、劇場版ドクター X の撮影でも、西田敏行さんには最大限の配慮がされていたといい。 西田さんの出番はわずかで、ほとんど座っている状態で撮影が行われたそうで、西田さんは演出上の配慮に対して、こんなに気を使ってもらって本当に申し訳ない、と話していました。また、医療ドラマなので、撮影現場には監修を務める医師がいますが、その医師とは別の医師が現場に詰めていたこともありました、と同関係者は明かし、 ももしともきにもすぐに対応できるような状態になっていたそうです体は満身創痍の状態にあるものの熱い役者魂を見せ作品をより良くしようとアドリブを入れ共演者たちを大慌てさせていたといい西田さんのアドリブは決して思いつきでやっているわけではなく計算されつくされたもの別の映画関係者によると西田敏行さんは共演者が大変な思いをしても アドリブに食らいついていく姿勢を見せるそうです。家族は最愛の妻を含め、献身的に支えており、奥さんは食事制限やリハビリを手伝っているそうです。演技を続けていることに感謝している西田敏行さんは、奥さんには頭が上がらないようです。芸能関係者が明かしています。画像は西田敏行と妻、敏子。西田敏行さんは、2019年11月に、 探偵、ナイトスクープの司会を降板し、2020年には、日本アカデミー賞の司会も急遽降板。2021年以降は車椅子や椅子に座った状態でドラマに出演し、今年1月期放送の、さよならマエストロ、父と私のアパッショナート。でも同様の姿を見せていた。画像は西田敏行。さよならマエストロ、 出演時の車椅子姿、足の状態があまり良くないことは明らかですが、それでも仕事をセーブすることなく、直近では21日放送の大泉洋さん主演、工藤勘九郎さんが脚本を手掛けたリメイクドラマ、終わりに見た街にも出演していました。満身創痍の状態にありますが、近年放送の各作品でも以前と変わらない素晴らしい演技を見せており、 これからも周囲のサポートを受けながら少しでも健康な状態を長く保ち、ドラマなどで活躍する姿を見せてほしいです。テレビ朝日の創立65周年を記念して放送されたドラマプレミアム、終わりに見た街、は、山田太一の名作をもとに、工藤勘九郎が脚本を手掛け、大泉洋が主演する作品です。20年ぶりのドラマ化となり、 館のオリリジナリティが随所に盛り込ままれています物語は、現代から戦時中の昭和19年にタイムスリップした平凡な家族の姿を描いており、山田太一が戦争体験者として描いた緻密な人間心理が表現されています。主人公の民谷太一は、テレビ脚本家として20年間地道に活動してきました。ある朝、 タイチたちは太平洋戦争真っ只中の昭和19年6月にタイムスリップしてしまったことが判明。共に戦時下を生き抜こうと奮闘する一家。1982年、2005年、2024年と時代設定を変えながら受け継がれてきた物語。今回のドラマは原作とストーリーの流れはほぼ同じだが、タイチの母、清子が登場し、認知症を患っているが、 昔の記憶が鮮明によみがえる。太一たちにとって、戦時下を生き抜くためのよりどころとなっていくのだ。テレビ朝日開局65周年記念ドラマプレミアム、終わりに見た街、が放送された。山田太一の名作を脚本。工藤勘九郎主演、大泉洋のタッグで約20年ぶりのドラマ化。本作のレビューをお届けする。 もし令和の時代から昭和19年の戦時下にタイムスリップしたらどうなるか、もしも東京郊外で暮らす平凡な家族が、戦時下の日本にタイムスリップしたら、山田大地がそんな空想を膨らませ、突如戦争という異常な状況に放り込まれた人間心理を鮮烈に描いた主玉の名作、終わりに見た街、原作者本人の脚本で二度テレビドラマ化された作品を、 工藤,官こと工藤官九郎が令和の世によみがえらせた。本作の主人公は、テレビ脚本家の民谷太一。プライベートでは、東京郊外の住宅地に一軒家を構え、家族に疎まれながらも、太一は妻の光、女子高生の娘、信子、小学生の息子、稔、自身の母、清子と共に平穏な日常を過ごしていた。 ある朝、目を覚ますと外の世界が一変していた。家の周りの住宅地が消え、深い森に変わっていた。混乱しながらも状況を整理した結果、大地たちは昭和19年6月、太平洋戦争を真っ只中にタイムスリップしてしまったことが判明した。そして、タイムスリップした大地の亡き父の戦友の甥、い、年男とその息子、深夜と合流した一家は、 共に戦時下を生き抜くことに奮闘する。この物語は、1982年、2005年、2024年と時代設定を変えながら受け継がれてきた。今回のドラマでは、原作のストーリーにほぼ忠実だが、いくつかの変更点がある。その中でも最も大きな違いは、原作には登場しない太一の母、清子が登場している点である。太一は、 終戦記念スペシャルドラマの脚本を書くことになり、プロデューサーの寺本から当時の資料を読み込んでいた。それらは、戦争を知らない彼らにとって戦時下を生き抜くためのよりどころとなっていく。唐沢俊明版、白い巨頭が関西地区の関テレで再放送され、24日に最終回を迎えた。大学病院を舞台に、財前五郎と里見修二の対立、友情や、 医局制度や癌治療、手術の現実を突きつけた濃厚な社会派ドラマ。何度も映像化されてきたが、唐沢版は社会現象とも呼べる大ヒットとなった。最終回は、財前シス。伝説のラストシーンは、語り草となっている。屍は生けるしなり。なお、自らがん治療の第一線にあるものが早期発見できず、手術不能のが死シスことを心より恥じる。財前五郎。 インパクトは20年経っても色あせず、視聴者からは X などで、案の定大号泣である。おえつが止まらん。やっぱり唐沢版は名作すぎる。再放送ありがとうございましたまたのリメイク期待しています。など、多数の声が寄せられた。現代に通ずるメッセージとともに、豪華キャストの若き姿も話題となった。ドクター X、下界、大門未ち子。 の劇場版が今年12月6日に公開予定だ。8月末にはファンミーティングが開催され、出演者が登壇。米倉良子、田中圭。